させていただきます。当連合会では院内集会の内容を記録し、また成果普及に利用するため会場での写真映像撮影および録音を行っております。撮影した写真映像および録音した内容は当連合会の会員向け書籍のほか、当連合会のホームページ、パンフレット、一般向けの書籍などにも使用させていただくことがあります。撮影されたくない参加者の方は担当者に申し出て後方の席にお座りください。また報道機関による取材も予定されており、撮影された映像画像はテレビ新聞などの各種媒体において利用されることがあります。撮影されたくない参加者の方は担当者に申し出て後方の席にお座りください。では定刻になりましたので、院内集会今こそしっかり考えよう共通番号法案を始めさせていただきます。私司会を本日務めさせていただきます、日弁連情報問題対策委員会委員の出口香織と申します。よろしくお願いいたします。はじめに主催者の挨拶をさせていただきます。樋口和夫日本弁護士連合会副会長よりご挨拶申し上げます。一弁連副会長の樋口和夫でございます。本日は、足元の悪いところをお集まりいただきまして本当にありがとうございます。日本弁護士連合会は本日院内集会として今こそしっかり考えよう共通番号法案にというシンポジウムを開催させていただきました。去る2月14日に閣議決定され、その日に国会上に提出された共通番号法案が近々のうちに内閣委員会において審議が開始されるというふうに言われております。この共通番号法案は、国民や外国人住民さまざまな個人税データを生涯一つの認識番号で管理して、それらをデータを確実にマッチングして利用しようというシステム法案であるというふうに認識しております。現在住基ネット稼働中の住基ネットとは異なりまして、共通番号というのが民間で広くできるようになるということがこのシステムの大きな特徴であると言われておりまして、それゆえにプライバシーをはじめとするさまざまな問題が発生するということが予想されております。昨年6月に政府が発表いたしました番号対抗でも、取り扱う個人情報が住基ネット本人の確認情報よりもより特性の高い社会保障税に関わる情報を中心としており、住基ネットが行わないとしておりますデータマッチング、これを行うということでありますので、一層高度の安全性を確保することが求められるということで、注意が必要であるというふうに思うわけであります。昨年来内閣府が行った世論調査では、この共通番号制度の内容を知らないという方が約8割ということでございまして、これ自体が重大な問題であるというふうに考えております。本日は、大変短い時間ではございますが、各界の専門家の先生方をお呼びして、本法案の具体的な問題について問題を提起をさせていただきたいというふうに、思っております。どうぞよろしくお願いいたします。基調報告に移らせていただきます。はじめに成りすまし被害を中心とする韓国の最近の状況につきまして、プライバシーアクション代表の白石隆様よりご発言いただきます。よろしくお願いいたします。こんにちは。事前のご案内では2、3番目くらいの発言の予定だったんですけど、今会場に参りましたらトップバッターということなので、実は心の準備ができないまま一気に報告を せざるを得ないんですが、与えられている時間が 7、8 分ですので、一応私の方で、今日の発言のフルペーパーを、用意させていただきました。ホッチキス止めをした、右肩に資料1、なりすまし被害を中心とする韓国の最近の状況ということで、与えられたテーマとしましては、韓国とアメリカ
のことについて、報告をせよと、いうことなんですけれども、私、アメリカについては、1989年に調査を、宮城博士弁護士だとかと一緒に、調査に、行って以降、現地へ行っていないので、これはパクリでございまして、プライバシーインターナショナルジャパンの石村、代表、が、執筆したものの中から、抜粋して、紹介させていただくという形ですので、主には韓国の報告をしたいと思います。